I screwed up! はい。よっしゃ、今日もやっていこう。ってことで、今日はね、また英語の勉強をやっていこうと思うんだけど、今日やりたいのは、なんか失敗をした時に使える表現をやっていきたいと思います。で、それがこちら。screw up。screw up。で、まあもしかしたらね、映画とか見てて意外にこう、見たことあるかもしれないんだけど、意外に僕、このアメリカ来るまで知らなくって、で、これすごい便利なんで覚えておくといいと思います。で、どういう時に使えるかっていうと、基本的にはなんかミスをしたとか、あとは、なんか状況とかがもう、もうダメダメになってる時に使える表現です。例えば、なんか自分がミスした時に、あ、やっちゃったみたいな表現あるじゃないですか。で、そういう時に、例えばこれで、あ、I screwed up! I screwed up! みたいな言い方使えます。で、例えば、人に対しても使えるんですよね。例えば、あ、彼いつもなんかもうミスばっかして、もうダメダメだからね、みたいな時に、あ、he always screws up とか、まあ、そういう言い方もできますね。あとは、なんかシステムとかと状況がすごいなんかもうダメダメになってる時とかに、あ、the situation is totally screwed up って言うと、あ、もう今の状況もう本当ダメダメみたいな感じで使います。なんで、意外にこれを覚えておくのが便利です。で、今辞書見たら、注意点なんですけどね。very informal, very informal って書いてます。で、結局、すごいスラングですごく砕けた表現なんで、あんまり仕事とか、あとは面接とかね、フォーマルな場所で使うのは良くないと思うんで、まあ、友達の中だとか、あとは学校のとかで、まあ、カジュアルなところで、どんどん使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、まあ、今日はこんな感じだな。あ、じゃあまた。